本日は CT アカデミーにやってまいりました。 IT パークからも歩いていける距離にあるかなり道のいい学校になっております。本日私も初めて見せていただくので楽しみにしております。今日は 3D アカデミーの鶴ヶ谷さんに学校案内していただきます。 3D アカデミーでマネージャーさんとしております鶴ヶ谷と申します。よろしくお願いいたします。こちらが 3D アカデミーのエントランスです。こちらがオフィスですね。はい、フィリピン人スタッフと僕とあとは中国人のスタッフがいらっしゃいます、うん。マンツーマンのお部屋です。すごいカラフルですよね。本当にそうですね。なんかどうやって色が違うんですか。しっかり個室になってると思うのでリスニングとか聞こえたりします。そうですね。今先生の部屋は33部屋なんです。うん、結婚の場としまして、あとはご飯食べるところここになりました。こちらでお弁当を用意してご案内する形になりまして、基本は毎日土日朝昼間になります。ポップスプーンとかドレッシングとかも冷蔵庫ありますのでご自分使ってねって感じです。オリエンテーションとかも全てここで行ってまして、アクティビティ関係が以前ここでズンバだったりとか、うん、ゲームとかもあったんですけども、お弁当スタイルです。いい匂いがしますね。発火かなんかのあのめちゃくちゃいい匂いしますね。お部屋は十分に広さありますね。こちらが水回りです。鏡、洗面台、トイレ、シャワーしっかり出ます。鏡が大きい。ハーボーめっちゃでかい。はいはい、あ、めっちゃ助かります。水回りです。6人部屋は2段ベッドが3つ。シャワールームです。まあ、ホテルクオリティですね。水回りです。鏡が大きいですね。